こんにちは。さあ今日はですね、はい、里崎が日刊スポーツで、ね、うん、だ企画構成里崎、はい、で、全てをまとめるエグゼクティブが井上さんみたいな、はい、データ班の多田さんみたいな、うん、この三位一体で、はい、いろんな企画やってるんですけど、はい、今回これです。日刊スポーツでじゃん、こう紙面にも載ったんですけど、うん、リードを数値化、はい、へー、リード数値化できるんですか。はい、したんですよ。へー、それいつの紙面ですか。これはね、あの11月14日あへで、そのリードっての良し悪しは、はい、もう所詮好みじゃんね、うん、で打たれたら負けたら怒られて、はい、勝ったらいいみたいな感じになってるけど、うん、それを数値化して、はい、誰がリードがいいのかっていうのを明確に主観なしにデータだけで判断する。でもリードって言えばなんかこうざっくりというか、うん、ふんわりしたものなので、うん、数値にどうやってするんですか。だからまあその一つの要因としては、うん、もうピッチャーの評価をなぞろうっていうことで、はい、ピッチャークオリティスタートあるじゃんね、はい、まあ、6回3失点、うん、でこれ6回3失点で収めればクオリティスタート5試合連続継続中ですみたいな、なりますね、その評価の一つの対象として、うん、褒め言葉として使われるじゃん、はい、っていうことは先発ピッチャーは6回3失点以内で抑えれば、うん、もうその試合は責務を果たしたっていうことでしょ。はい、のイメージだそうです。じゃあキャッチャーも、はい、とりあえずは、うん、まあ、6回3失点に抑えれば、はい、その試合の試合を作ったって評価してもいいよね、うん、もうそういうことですね。だってピッチャーは6回3失点で評価されてるのに、うん、キャッチャーは6回3失点じゃダメって意味わかんなくない。はい、そうですね、うん、試合作ってキャッチャーもその試合を作ったってことですね。そうそう、だからまあ7、8、9って終盤もあるけども、うん、このどのキャッチャーが試合を6回までしっかり作れてるかっていう指数、うん、あなるほど。で7、8、9はもう守護神とか出てくるから、はい、そこはもうリードとかヘッタクレとかほぼほぼ関係なくなってくるからね、うん、ピッチャーの力量がリリーフ陣が多いから、はい、まずは先発投手と同じようにその試合を作れたかっていう評価を、先発投手が評価されてるのがクオリティスタートなんだったら、うん、キャッチャーも一緒の評価でいいじゃないかっていう、うん、そうですね、うん、それはおかしいっていうのは、うん、逆にお前がおかしいよっていう、はい、なんでピッチャーだけ OK でキャッチャーはダメって、うん、これなんダブルスタンダードみたいな、はい、だからそれで今回やったの。はい、で全、まあ、キャッチャーの規定投球試合としては、うん、まあ、半分の試合、はい、レギュラーシーズンだから72試合出場した選手をノミネート、うん、はい、するとともに、うん、で6回3失点自責点ね、はい、6回自責点3失点以内、うん、だから自責点だからね、はい、失点4で自責点3だったら OK だから、okay、 はい、自責点っていうところを考えて照らし合わせた結果、うん、はい、キャッチャーのクオリティスタート率ナンバーワンは72.5% の阪神梅野。へー、なるの。へー、12球団で、はい、そうなった時に、うん、阪神なんて先発いいんだからそれは良くなるに決まってんじゃん、はい、って言うやん。まあなんかだから多そうな気しますよね、うん、他の球団より。俺その意見が嫌いなのよ、はい、ピッチャーいいんだからそれはその数字でって当たり前じゃん、うん、って言うんだったら、はい、悪かったらピッチャー悪いんだから抑えられないけど当たり前じゃんでいいんじゃないのっていう。ああ、まあまあ確かに。だっていい、ね、キャッチャーがいい成績出たら、うん、そんなピッチャーがいいんだからいい成績出るのは当たり前じゃんって、はい、ピッチャーのおかげになって、うん、で悪くなっちゃうとキャッチャーのリードが悪いっていやいやいや同じ物差しでいきましょうよと、はい、それだったら悪い数値が出た時に、うん、いやそれピッチャー悪いんだから悪い数値じゃ出ても仕方ないじゃん、だからそのキャッチャー関係ないよって言いますかって話なんだよ、うん、はい、絶対言わないんだよ、うん、そりゃおかしいよねっていう。でもなんかこう梅野選手がこうクオリティスタート率1位って言われると、あやっぱそか阪神チーム防御率もすごい良かったしなって、まあ、印象ではありますよね。そう、阪神のチーム、うん、別投手、はい、クオリティスタート率は 56.6% で1位なの、はい、そのチームの年間 の、はい、クオリティスタート率は 56.6% で、はい、まあ、12球団1位なんだけども、うん、であの阪神のだからこれ先発ピッチャーだからね、はい、だからこのキャッチャーのクオリティスタートは、うん、リリーフが投げても6回3失自責点差。じゃあ4回とか5回にピッチャー変わってたとしても、でも6回自責点3以内で抑えればキャッチャーとしてのクオリティスタート率だから、うんうん、だから先発ピッチャーは56だけど梅野本人は72に上がるのはこれはもう仕方ないんだ、はい、あのこれ先発だけだから、うん、で阪神のキャッチャーのクオリティスタート率、はい、全員梅野も坂本も全員合わせると 72%、はい、っていうことは、うん、最低でもね、はい、最低でもレギュラーとして出てるってことは、うん、はい、チームのキャッチャーの
平均点より上にないと、うんうん、そいつはレギュラーとして出てる意味ないよね。まあ、そうですね。だ他のキャッチャーも全員合わせてのキャッチャーのクオリティスタート率よりはやっぱレギュラーだったら上に来ないと、上に来ないと、うん、そいつの出てる意味ないし、はい、でそのチーム内だけの他のチーム合わせてないからね、はい、そのチーム内だけの数値の上下だったら、うん、ピッチャーの力量とか、うん、関係ないじゃんね。そうですね。そのチーム内だからね、はい、そうなると 0.5% 上回ってるから、まあ、最低限、まあ、でこれのアップ率、はい、その平均値、うん、このチームよりも個人の方が数字がアップする傾向にあるんだけども、うん、この平均値は 2.1 ポイントなの、はい、これが 2.1 ポイント上がってるのが平均、はい、だからその中で梅野は 0.5 しか上がってないから平均値よりは低いけども、はい、チームの中よりは上ってことだよね、はい、だから要は梅野が 72.5% だったら、うん、梅野以外を足したら 71.5 になるはず、うんうん、はい、だそういった意味ではまあ評価できるよね、うん、だからチームのピッチャーもいいかも分かんないけども先発が 56.6% だけども、うん、先発が崩れた後でも 15.9% はリリーフで踏ん張れてゲームは作ってるってことだからね、うん、あとまあ他のキャッチャーよりもゲーム作ってる率は高いってことですからね。でこの中で、はい、一番声に出して言いたいのは甲斐、はい、だね。甲斐やっぱシーズン中甲斐ボロカス叩かれてて、あー、はい、リードがなんとかかんとかって言ってたけど、うん、甲斐はなんと12球団で2位の 71.2% のクオリティスタート率、うん、はい、しかもよ、うん、ソフトバンク、はい、先発のクオリティスタート 42% で12球団最下位になる、はい、あ、そんな少ないんだ。要は先発のチームクオリティスタート率が低い、はい、うん、まあリリーフがいいって言ったらそれまでなんだけど、うん、だから先発が降りたとしてもリリーフだから多種多様のピッチャーが出てきても、うん、それをしっかりリードできてるのが甲斐なんだよ、はい、いやだって先発で6回行く方が簡単じゃん、うん、でもこれ変わっていく中で、うん、調子がいい投手も出てくれば悪い投手も出てくるのに、うん、しっかり 71.2% クオリティスタート率を保ってるこの数字、はい、だって最下位だからね先発の。そうですね。でソフトバンクのチーム時代でいうと、うん、68.5%、うん、だから 2.7% アップ率、はい、うん、だから平均よりも高いね。他のキャッチャー同じチームの他のキャッチャーが出てるよりも甲斐が出る意味があるし、あるってことですね。で先発ピッチャーがクオリティスタート悪いのに、うん、先発ピッチャーが崩れたとしても甲斐、うん、は他のピッチャーでしっかり6回3失点以内っていうのを保ててるっていう、はい、だからリードはいいのよ。でこれねリードっていうと配球のことばっかり言うんだけど、はい、リードは配球だけじゃなくて指示もそうだし、うん、メンタルコントロールピッチャーもそうだし、うん、間合いとかもそうだし、はい、そういったのも含めてリードだからね、うん、だからそういった意味ではこの甲斐の存在っていうのは、はい、多くの人が言う以上に成果としてはめちゃくちゃ数字が出てる、うん、キャッチャーとして試合を作れてるってことですね。そうそうそう、しかも先発が崩れるのが早いのにっていう、はい、うん、先発が交代するのが早いのに作れてるって、はい、うん、良くない、はい、なんかザ・正捕手って感じしますね。そうそうそう、うん、だからとんちんかんな多分批判してるんだよ、はい、多くの人は、うん、これ見ろって話だよね、はい、データとしてはちゃんとデータとしては出てるんだから、ね、この数字を崩すことはできないんだよ、うん、でこれでピッチャーがいいって言ったら、はい、もうじゃあ打たれてるのピッチャーが悪いでいいやないかっていう、そうです、ね、ピッチャー主語だったらいいも悪いも全部ピッチャー主語にしろっていう、はい、っていうね、うん、でもう一つ、はい、すごい、うん、いいところっていうと、はい、ミネイ、へー、ホークスに移籍する。そうなんだ。ミネイの、はい、クオリティスタート率は 70.3%、はい、DeNA の保守 DeNA は 44.8% で、はい、ソフトバンクに次いでワースト2位なんです。へー、セ・リーグで一番悪いのピッチャーのクオリティスタート率が。そう、うん、でしかも DeNA はチーム全体の保守、はい、うん、保守の平均クオリティスタートが 61.5% なの、はい、へー、っていうことは 61.5%、うん、キャッチャー全員合わせると、はい、ミネイだけだと 70.3 ポイントっていうことは、うん、あのプラス率すごいですね。 9.7 なの。へえ、プラスプラス 9.7 ポイントって平均が 2.1 よ、はい、アップ率一番えぐい、一番ですね。ということはミネイが DeNA でキャッチャーとして出てる意味の高さよこれ、うん、はい、他のキャッチャーに比べてしっかり試合を作れてるのはミネイになる。そしたら DeNA で正捕手抜けるわけじゃん、ミネイが、はい、数字にでこの数字にはめっちゃ出てるんだけども、うん、多くの人が見てる数字に見えないミネイの評価の高さがいなくなるのは、はい、来年の DeNA めっちゃやばい。そうですね、うん、
これこのデータを持って、うん、そのもうじゃあ DeNA に規約更改の時とか行ったら、うん、めちゃくちゃアップしてたかもしれない。そうそう、だからもう多くのプロ野球選手は日刊スポーツを取って、うん、俺がいろいろ出すデータ持っといた方がいいよ、うん、そうですね。あるキャッチャーの人、うん、去年だけども、はい、俺の出したデータ持って契約更改行ったらしいから、ね、え、本当ですか。もうこれめっちゃいいと思ったらしくて、はいはい、それ持って行ったら全く知らなかったらしくて、うんうん、球団はそのデータがあるっていうのを、うん、はい、だからそれでかなりプラス加味されましたって。え、めちゃくちゃいいじゃないですか。そうだから絶対に取った方がいいね、うん、これこんなのちょっと知らないでしょ、うん、誰もそれ言うことないからね、はい、それをやってんのが日刊スポーツの里崎です。わー、はい、これキャッチャーの人あのいいデータが出た人は持ってった方がいいですよ、うん、そうそうそう、だからミネユすごいのよ、うん、はい、これを持ってたら、うん、DeNA はもっと高額で引き止めたかもしれないし、うん、なんか違った可能性もありますよね、うん、だってっていうことは他の人たちは、うん、もう 50.1 とかなんでしょってことですね。2回に1回しかできないわけでしょ。峰選手がめちゃくちゃ上げてるからで平均でそうなってるわけですからね、うん、でチームの先発クオリティスタートも低いし、うん、チームのキャッチャーのクオリティスタート率も低いけど、はい、峰は頑張ってしっかりクオリティスタートを 70% 保ててるって、うん、このキャッチャーとしてのレギュラーとしての存在意義としたら完璧よ、はいはい、そうですね、うん、だからこの抜ける DeNA、はい、めっちゃ痛い。そうですね、うん、やばい。でソフトバンクにとっては甲斐選手がいて峰井選手が入ってってなったら、うん、かなり守備力が大きくなるから甲斐、うん、に途中で代打出すとかもかなり有効的になるから、うん、チームとしては大きいよね。大きいですね。もう DeNA としてはもう大きい財産を失ったんちゃうかって、うん、来季不安になるで。そうですね、このデータによると、うん、でもこのデータが出ることによってあなんか見たくないなとかまずいなと思うキャッチャーもいるわけ。もちろんもちろん。でもまだ 見たくないなバージョン森だね。西武の あそうなんですね、うん、西武の森、はい、まあ、FA でね、はい、オリックスに移籍して、うん、西武痛いんちゃうかと思うじゃん、はい、確かに打撃では痛い、うん、めっちゃ痛いと思います。守備ではノーダメージ、まあ、ノーダメージは言い過ぎかも分かんないけども、うんうん、はい、まあ、その一つの、まあ、今年ね、うん、西武はチーム防御率1位ってなって、はい、で中盤森が骨折して、うん、その時に、まあ、牧野とか柘植とか古賀とか、はい、他のキャッチャーが出て、うん、しっかりあの防御率も低くして、うん、投手陣も踏ん張って、うん、成績が良くなったことによって最後まで続いたっていう要因も俺はめっちゃあると思ってるのね、はい、でその中で森のねクオリティスタートは 63.4%、はい、全体の 1,2,3,4,5 6位。あでも6位じゃないですか、うん、で西武の先発のクオリティスタートは 51.7% で、うん、3位、はい、12球団 で、うん、で西武のクオリティスタートキャッチャーの平均、はい、65.7%、はい、森は 63.4%、うん、平均がプラス 2.1% なのに、森はマイナス 3.2 ポイント。あ、だから5ポイントくらい下がるのってことは同じチームの他の選手が出た方がクオリティスタート率は高いってこと、高いってことなんだ。へえ。だそこら辺はもうちょっとリード、うん、配球以外のことも含めて、はい、もっとやっていかないと、うん、守備の成果としてはキャッチャーの平均より低い、うん、レギュラーなのに平均より低いってなる、うん、このちょ平均ポイントより低いけどプラスは、うん、まあ、最低限キャッチャーとしてレギュラーとしていいじゃん、はい、チームの平均より高いってなると出てる意味あるじゃん、はいはい、でもチームの平均より低いってなっちゃうと、うん、守備の面での出てる意味がなくなっちゃう、はい、もちろんね攻撃があるからね、うん、出てる意味は十分あるけども、はい、って考えた時に、うん、森がオリックスに抜けることによって打撃はもう大きな損失だけども、はい、守備面のことだけに関しては、うん、そんな損失じゃないっていう。あ、なるほど。このクオリティスタート率だけで言えばね、うん、まあ、森選手の場合はねなんかもし取られても自分で打って取り返すみたいな感覚があったので、うん、だクオリティスタートを達成しても試合に勝てるかどうかっていうのは、うん、また次の問題だけども、ね、うん、だからそこら辺の守備の失点っていう、うん、自責点っていうところのマイナスを考えると、うん、森が抜けたことによって西武がそんなに不安があることはない。うん、なるほど。守備で関してはってことですね、はいはい、うん、で、まあ、もう一つのところで言うと、はい、楽天住谷、はい、ね、クオリティスタート率 57.3%、はい、で楽天の、先発投手のクオリティスタート率 45.5%、うん、こちらは9位、はい、で楽天のキャッチャー全体のクオリティスタート率が 60.8% あらっていうことは住谷はマイナス 3.5 ポイント。
え、ってことは住谷選手以外のキャッチャーの方がクオリティスタート率は高いっていう。太田選手とか最初の安田とかね、うん、最初出た時、はい、だから住谷はレギュラーとして楽天で出てるにもかかわらず、はい、他のキャッチャーよりもクオリティスタート確率が悪いっていう、平均値よりチームのだからね、はい、全体のじゃないから、はい、チームの平均値より下で、うん、全体の平均値のプラス 2.1 ポイントからは5ポイントマイナスだから、5ポイント以上、はい、結構ですね。そう、これは何気に隅田にもっと頑張らないと、はい、あのチームとして、うん、レギュラーとして守備面で機能してない、あー、そうです、ね、数字としてね、うん、そのクオリティスタート率を達成できてないっていう、ね、はい、これ一つの数字だけどもね、で測るとちょっと機能しきれてないっていうところは意外です、うん、意外でしょこれ。意外です。俺もこれ出てみたときに隅田にはもう超意外だった、うんうん、なんか抑えてるんだろうなって勝手に思ってました、うんうんうん、しかもマイナス幅はでかいしね、はい、これはもうちょっと精進していかないと、うん、数値的に悪すぎるっていう。そうですね、うん、しかもそれが印象だけだったらいいじゃん、はい、印象あるじゃんね、うん、他の何とかが出てる時とか試合作ってんじゃないのみたいな印象でファンの人言う人いるけども、うん、印象だったら痛くも痒くもないけど、はい、事実上数字でこんなの出されたら、はい、もう覆しようないからね。いや、見たくない数字ですね、うん、だからここら辺はやっぱ隅谷は、うん、もうちょっと隅谷森っていうところは、はい、しっかり頑張っていかないと、はい、守備面でチームの貢献度がレギュラーより低いっていう、ね、うん、これチームの平均よりもレギュラーのその正捕手の人が低いのはその2人だけですか？うん、そうだね。相澤が 55.7% で、はい、捕手クオリティスタートで規定投球試合中では一番低いのよ、はい、一番低いんだけども阪神のキャッチャー別クリオリティスタートが 54.5% だから、広島ですね、あ、広島の、うん、だからキャッチャーの平均よりは高いのよ。チームのキャッチャーの平均の中では高いということですね、うん、で、大城も 62.5%、はい、で、キャッチャー全体でいうと7位、うん、なんだけども巨人のキャッチャー全員のクオリティスタート率が 59.4% だから、はい、それよりは約 6% 高いのよ。わー、まあだから3%、 3% 高いのよ、うん、はい、正捕手出ててクオリティスタートで、ね、平均の 2.1% より高いということは、うん、はい、大城は巨人のレギュラーとして試合出てることによって、うん、チーム平均よりは高いクオリティスタート率、試合を作った率が達成させられてるから、うん、大城は守備でもいい仕事をしているってこと、はい、で阪神、あ、ヤクルト中村、うん、64%、うん、でこちらチーム別でいうとヤクルトの、キャッチャーのクオリティスタートが 60.1% だから、はい、3.9% 高いの、うん、で木下 65.2% でこちら中日が 62.9% だから 3.2 ポイント高いの、はい、だからチームのキャッチャー全員合わせて平均より低いで72試合以上出てるのは隅谷と森だけなんだ。へー、そうなんだ。だからここら辺はやっぱり最低でもキャッチャー低か、うん、低いポイントでも、うん、同じチームのキャッチャーの平均より低いってこれはもうダメだと思う。レギュラーで正捕手ですもんね、うん、うん、だからそこら辺は、はい、ちょっと来季に向けて、うん、まあ、改善していかないと、はい、オリックスの連覇っていうところにも森が絡んでくるだろうしね、うん、でやっぱ住田も楽天ね補強もしながら、はい、やっぱ優勝を目指していくためには、うん、こういったところをしっかり、しなきゃいけないんじゃないのかなっていうね、はい、ところもあります、はい、でここでね規定試合を到達してたい中で注目したいのが松川、はい、はい、あ、知りたい知りたい、はい、クオリティスタート率 72.9%、うん、ロッテの投手陣は先発が 54.5% のクオリティスタート率で12球団で2番目にいいんだよね、はい、うん、でキャッチャー全体の平均値でいうと 65% なの、はい、っていうことはドライブプラスってことですか。 7.9 ポイントプラスなの。すごい松川は、はい、だそういった面では、うん、しっかりねその試合を作ってるっていうところで、はい、うん、まあ、佐々木朗希とかね、うん、というところもあるかもしれないけど、はい、それはもうキャッチャーのおかげもあるからね、うん、ピッチャーのおかげじゃなくてね、はい、だからそういったところでしっかり7ポイントも高いの、だからあとはしっかり打つことさえできて、うん、試合に勝てれば、はい、もう名捕手の仲間入りになるから、うん、やっぱりね本人言ってたように、はい、打つか勝つっていうのは、うん、やっぱ大事になってくるなっていう。でも試合は作れてる、うん、しっかり。あ、すごい。だから規定行ってないからね、はい、あれだけども非常にいい仕事を1年目からね、うん、はい、このクオリティ試合を作ったっていうところで言うとしたなっていうね、うん、はい、ところはあるよね。あ、でもこうやって見ると評価ちゃんとしやすいですね。そうで、あとはね伏見、はい、伏見がなんと、はい、
77.3% で、うん、オリックスの平均が 69.2% だから、うん、プラス 8.1 ポイント。すごい。それが抜けるのよ、はい、日本ハムに、はい、かなりの痛手だから、ね、そうですね。日本ハムどうだったんですか。ん、日本ハム、あの宇佐美が 62.7%。 日本ハムは人が変わるから、はい、規定全員行ってないんだ。全員行ってないんだよ。そっか、誰も、はい。で、まあ、宇佐美でいうと 62.7% で、うん、日本ハムが 62.2% だから、キャッチャー平均が、うん、まあ、0.5 ポイント高いっていう。ちょっと自分、まあでもマイナスじゃないからね、うん、でもまあ平均通りみたいな感じだけども、うん、伏見はプラス 8.1 ポイントだから、でこれがオリックスからいなくなるんだよ、はい、これはかなりオリックスとかいたで。で若月ね、はい、若月が 65.4 ポイント、うん、こちら伏見も若月も両方で交代交代出てて、あとコロナで休んでるとかもあって、はい、うん、規定試合両方とも行ってないんだけども、うん、若月はなんとマイナス 3.8 ポイントなの。え、そうなんだ。山本を受けてるのに、はい、主で、うん、それなのにマイナス 3.8 ポイントなの、はい、でプラス 8.1 ポイントが抜けるわけ。え、じゃあ、で、まあ、いわば森は、まあ、チーム違うけどね、うん、西武ではマイナス、ね、マイナスポイントで来るわけよ、うん、はい、ってなった時に、うん、森は 2.3 ポイントのマイナスだからね、うん、ちょっと守備頑張んないとオリックスは。え、そう思うと、まあ、ほぼその2人でキャッチャーやってたじゃないですか、伏見選手と若月選手、うんうんうん、ってことは伏見選手が相当クオリティスタート率高かったってことですね。そう、試合を作ったのは高かったっていう、うん、はい、だから受けてるのは宮城とか山崎幸也とか、うん、山岡とかそういったメンバーになってくるけども、はい、うん、まあ、もちろん若月が抜けた時ね、山本抜けてたから、はい、あれだけども、うん、山本主で受けてるのは若月だから、ね、はい、だから若月が山本をどけた時にもっと下がるのよ、うん、マイナスポイントが、はい、だから若月は山本以外のピッチャーでもしっかり抑えれるように、試合作れるように頑張っていかないと、ちょっとポイントが低すぎるから、はい、そこら辺はもうちょっとリードを頑張った方がいい。わー、オリックスちょっと不安要素になってきますね。そうなん、そこのキャッチャーがね、うん、でも伏見がパッと高かっただけにね。へえ、データで見るとそうなんですね、うん、でこれがオリックス行くわけで、あ、うん、日本ハム行くわけでしょ、うん、そうだったら日本ハムはその試合を作るっていう部分ではかなりのプラス材料の選手が来るから、うん、はい、この何気にね、オリックスはね、伏見を離した穴はね大きいんだよね。あと横浜の峰井、はい、横浜の峰井とオリックスの伏見はちょっと逃がした魚が大きかったみたいな感じに、うん、この試合を作るっていうデータでいうとそうなんだよ、うん、でもキャッチャーは試合作らなきゃいけないからね、はい、あと打つか打たないかは打線によるから、うん、そんな常に完封できないからね、うん、ゲームは作りますよっていう仕事としては、うん、めっちゃチーム平均よりはできてる。へえ、じゃあ、まあ日本ハムにとって伏見選手獲得っていうのはすごく大きいですね。そうそうそう、うん、逆に出ていかれたオリックスは若月もマイナスポイントだし、はい、来る森も守備でいうと、まあ、チームは違うけど西武ではマイナスポイントだし、うん、そこら辺はしっかり改善、ね、していかないと、うん、ちょっと試合を作れない、はい、試合作れないってなるともう打ち合いしかないんだよ、はい、打ち合い望みますかっていう。しかもオリックスなんてピッチャーの方が状態成績いいのによ、はい、打ち合い望んだら勝てないよ。そうですね、うん、キャッチャー大事ですね。大事なのは試合を作るっていう部分だよね、うん、だわー、でも意外なデータでした。そうなの、だからこのデータを見ていくとね、はい、チームの中でどれだけ頑張ったかっていうのが如実に分かるから、うん、はい、見てよかったっていうファンもいるし、うん、文句つけたいファンの人もいるでしょうね、はい、このデータにね。でもこれがもし球団がこういうデータを出してなかったとして、うん、球団の方がこれを見てて、うん、え、そうなんだ、そっちの選手の方がクオリティスタート率良かったんだって、うん、はってなるかもしれないですね。なるかもしれないし、うん、何そんなデータ出してんだよ、給料上がっちゃうじゃないかっていう球団もいれば、何そんなデータ出してんだよ、給料下がっちゃうじゃないかって選手もいるかも分かんないよね。かもしれないですね、うん、でもまあこういうデータね、面白いのもね、はい、あの日刊スポーツや随時サウスで掲載していきますんで、うん、ぜひ皆さんね購読してください、はい、ということで今回はね、まあ、一つの目線ね、うん、まあ、これが全てじゃないからね、はい、一つの目線としてはそのキャッチャーが試合を作れたかどうかっていうデータに紐解いてね、うん、各球団のキャッチャーを評論してみました。はい。はい。